バワーさん、サイヤングと沢村賞の2冠諦めてない。はい、ヤング賞を投手の取れば、バウアー投手がメジャー復帰と日本球界への思いを語った。バウアー、今年メキシコでプレーしているけど日本に戻らないということではない。記者、メジャー復帰が今の最大の目標ですか？バウアー、是が非でもメジャーに復帰したいが、他にも目標はある。例えば沢村賞の受賞だ。はい、ヤング賞との2冠は史上初になるからね。バウアー、でも俺はまだ若いし、キャリアの最盛期にいる。以前よりいい投手になっているし、メジャーでのプレー機会を与えられるべきだ。帰ってくるならそれはそれでええんやけど、その時はもう MLB への2年は完全に断ち切ってくれ。日本で沢村賞になればメジャーから声かかる気がするけどな。バワーが求めてる最低年俸1億円でメジャーなら、沢村賞取ってメジャー戻った方が10倍くらい稼げるぞ。山本がいない日本なら沢村賞取れるチャンスあるわな。沢村賞選考委員長の堀内がバワーめっちゃ気に入ってるからな。サイヤング勢が中4日で関東志向って小躍りして喜ぶわな。バワー合格バイ。失望が手招きしてるで。バワーのソードカフに修正のアドバイスしたの筒なんだよな。刀の鞘は右じゃなくて左やぞ。で、投手の癖を細かく分析してきたりする日本の野球は向かないのだろう。メキシコの方が良い成績でアピールしやすいと思う。まあ横浜いたら去年以上の成績取れたな。 MLB から A 級にそっと抜かれてるくせに NPB なら楽勝で戻れるとかなめてんじゃねえぞ。今季ベイスターズに移籍してきたジャクソンは日本野球にアジャストするためにバワーにアドバイスを求めたらしい。バワーは若手にもよくアドバイスしていたし、感触持ちでクッキー読めないけど野球に対しては真摯に取り組んでたよな。昨年ハマスタでバワーの登板試合を2回見た。投手が全身にみなぎっていて見ていてゾクゾクした。彼の試合に沢村賞があるというのは意外。メジャーと日本がどっちが上とか下とかではなく、日本の野球もリスペクトしてくれているのは嬉しい。いや、どう考えてもメジャーの方が上だと思ってるやろ。ベースの広報はバワーに声かけてるの公言しているのに、本人はメキシコでアピールつけてる。ああ、うかうかしていると山本がサイヤング取っちゃうぞ。管理人のつぶやき、日本人投手だとまず日本で沢村賞取ってないとサイヤングと沢村賞のダブル受賞は難しいでしょうね。今まで最も可能性があったのは野茂さん、現役だとダルさんと山本投手ですかね。ダルさんはさすがに年齢的に怪我も増えてきているので、現役最有力は山本投手でしょうか。そう考えるとロッテの佐々木投手にも日本で沢村賞取ってメジャーでサイヤング狙ってほしいんですけどね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。